FDA 富士ドリームエアラインズはバイオジェット燃料を積んだ飛行機を初めてフライトさせました。この燃料により飛行機から排出される CO2 の削減を目指します。富士山静岡空港に来ています。環境に優しい燃料で飛ぶ飛行機を実際に体験してきます。 FDA が初めて導入したのはバイオジェット燃料サステオです。このバイオジェット燃料はミドリムシなどの微細藻類や使用済みの食用油が原料となっています。 CO2 の排出が少ない地球に優しい燃料です。今日は静岡空港でこの新しい燃料の導入を記念した式典を開きました。燃料を開発した企業ユーグレナの出雲社長は力強くコメントしました。今日は日本の空が変わる日でございます。バイオ燃料で今日この富士山から日本の空をグリーンにしてまいります。式典ではバイオジェット燃料の給油式も行われました。これから飛び立つ飛行機の中にバイオジェット燃料が給油されています。今日は関係者などが静岡空港から名古屋空港までおよそ1時間のフライトを体験しました。飛行機飛んでいますが揺れなどはほとんど感じません。普通の飛行機と同じように感じます。バイオ燃料はサステナブルという点と、から液体であるという点でですね、現在の既存のインフラがそのまま使えるというところで、エアラインが大変、興味を持っているというか、使って、これを広げていきたいというふうに考えている次第でございます。燃料を開発したユーグレナは今後新しい工場を建設し、大量に生産できる体制を整える方針です。 CO2 の排出が少なく地球に優しいバイオジェット燃料ですが、やはり課題はコストが高いということです。大量生産でコストを下げていき、バイオジェット燃料が当たり前の航空業界を目指していくということです。